検索保有株式をめぐる論点の整理をちょっと今日はしたいと思ってます。株式持ち合いがなんで日本で起きたのかというその歴史は抑える必要がありまして、海外の機関投資家は一株も持つなみたいなですね、こう持ち合いみたいなアンフェアな行為は絶対認めないみたいな意見が多いんですけども、戦後の財閥解体令によってですね、全発行済み株式数の 42% が突然マーケットに出てきたわけです。今時価総額900兆円東京市場ありますが、そのうちの400兆円が突然売りに出たら大混乱、容易に想像ができると思います。でちょうどそこに朝鮮戦争が起きて、いわゆる朝鮮戦争特需で成金になった個人投資家、普通の一般個人投資家が株式を買い集めて、それでグリーンメール化した。その後第2の形成時期が OECD の加盟です。その後第3期がバブル期です。事前に有価証券オークションを見たときに、その株式が政策保有のものかどうかをどうやって見分けるのかというところが知りたくて、金額順に上位60銘柄は個別開示をしなければいけないし、その個別開示、60銘柄どころじゃなく大量に持ってる場合には、何銘柄持っていてその金額は全部いくらですって、合計いくらですっていうのが開示しなければいけないので、各社の有価証券報告書を1個ずつ拾っていけば全部わかります。で今の実はですね、いい質問で、いわゆる配当とかまたはキャピタルゲインを狙うというものが純投資であって、それ以外が政策保有ですよという、そういう定義なので、ですのでこれが今すごい問題になっていて、みんなが政策保有株式を、いや実はこれ純投資ですよっていうふうにして、純投資に振り返って政策のその個別の60銘柄のリストから外すんですよね。外して純投資であれば開示する必要がないのでというものが今すごい問題になっていて、そういう状況です。人的資本というのは個々人の中に宿ってるわけなんですね。個人が自己投資をして人的資本の価値を高め、その高めた価値でもって企業に労働力として提供して、そこでの交渉力を強めることで対価をたくさんもらうっていう、そういういわゆる報酬をたくさんもらうっていう、そのための自己投資した結果個人にたまるものが人的資本っていう。コーポレートガバナンスコードというのは2021年の改定の時に初めて人的資本という言葉が入ってきました。赤いところですが、ポイントはですね、この人的資本という言葉のすぐ近くにこの事業ポートフォリオという言葉が入っていることがポイントです。不採算部門を切り離して逆に自分の会社で得意な部分を他社から買ってくることによって選択と周知を進めたいというのがガバナンスコードなんですが、当初それを掲げてみたものの全然それが進まないんですね。事業を動かしてたくても人も一緒に動かさないといけないから、これが動かないんですね。そこを外して動きやすくしてあげれば下も動くでしょうと、事業も動かせるでしょうと、そういう発想なんですね。じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。どうもお疲れ様でした。